あの人の現在。蓮池薫の現在は？また子供の今に衝撃事実が。1978年から2002年まで北朝鮮による日本人拉致問題の被害者として北朝鮮で生活。24年間もの間拉致され続けていた蓮池薫さん。日本に帰国して20年が経った今、現在の蓮池薫さんの生活とは。また子供に衝撃の事実。子供の今に衝撃事実。蓮池薫さんの妻は拉致されていた時に当時付き合っていた女性で、奥戸由紀子さんです。そして蓮池薫さんと奥戸由紀子さんは一緒に拉致されました。そんなお二人にはお子さんが二人います。子供たちも帰国できたのは蓮池薫夫妻が日本に帰国してから1年半後でした。当時蓮池夫妻は子供たちに国内旅行へ行くと言って出かけたそうです。しかしそんな子供二人はもうすでに成人し、自立した生活を送っています。そんな二人の子供たちは現在何をされているのでしょうか。まず長女の蓮池茂雄さん、職業は分かりませんが、2014年に大学で学び直しているそうで、噂では早稲田大学と言われてたようです。しかし年齢的には現在長女は40歳くらいになるので、これは随分昔の話になるでしょう。もしかしたらご結婚されているかもしれません。次に長男の蓮池克也さん、長男は現在37歳くらいになると思います。仕事は証券会社で、インターネットを利用した取引の実務に携わっているそうです。北朝鮮に拉致されていたにもかかわらず、お子さんお二人とも優秀ですよね。現在もお子さん二人は元気に自分の人生をしっかり生きているのでしょう。現在何してる？2002年の帰国当初は新潟県柏崎市役所に臨時職員として勤務していましたが、2004年末に韓国の出版物の翻訳業に転身。翻訳業や執筆活動に取り組み、2010年4月には政府の支援金月30万円を辞退することを決め、新潟産業大学で韓国語と韓国文化事情という事業を担当し、現在は経済学部准教授をされています。さらに2016年からは学生委員長、国際センター委員長も務めています。そして兄の蓮池徹氏とはまた違った形で、拉致問題や北朝鮮の政治情勢についてニュースや情報番組の取材を受けるなど、被害者本人だからこそ見える視点での話をされています。帰国当初から移動の自由や勉強の自由など、北朝鮮では望めなかった自由な生活を送る喜びを日々感じているそうです。それと同時に奪われた時間を悔やむ気持ちは拭えないようです。テレビ番組では池上彰氏との対談など、拉致被害者の中でも最も賢くて北朝鮮情勢に詳しいと思われます。今後も拉致問題に対して政府にとって必要な人材であることは間違いなさそうです。しかし何より早く拉致問題が解決して、激しい人生を送った蓮池さんにはゆっくり過ごしてもらいたいですね。蓮池薫さんは現在新潟産業大学経済学部の准教授をされているそうです。また翻訳家としての顔を持っていて、新潮ドキュメント賞を受賞するなど幅広く活躍されています。日本で社会人としての活動は15年くらいですが、それでもこうして多方面に活躍できるのは蓮池薫さんの努力はもちろん、優秀だからこそなのでしょう。